sleep while veins run dry on empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far did you go in 7 months. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. はい、隣のサイトはどんなだろう。19サイト目は平山さんです。どうも。はい、よろしくお願いします。平山です。平山さんです、はい、もうまた昨日はありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。なんかね、いただいて夜めちゃくちゃもうね、いろいろ押し付けて食べてもらって。いやいや、とんでもないです。ハモさんからのお誘いでちょっと来てみたらいろいろ絡まれて葉巻は吸わされるわ。いえいえ、ね、楽しかったですね。からのこのサイトを見させてもらって、もう素敵すぎて、はい、ぜひ撮らせてもらおうと思いました。ありがとうございます。もうね、見てもらって分かるようにちょっとブラックで統一されてる感じですよね。そうですね。ブラックがお好きですか？そうですね、もともとはあのタンとかコヨーテとかアースカラーで始めたんですけど、はい、まあ、ちょっと途中から方向性が変わってきて、はいはい、で黒で変えていって今に至るという感じです。最近黒のギアって多いですもんね。結構そうですね、黒だとなんか割といろんなところに合うというか。確かにそうですよね。使いやすいかな。平山さんは、キャンプ歴何年？本格的に始めたのは3年ぐらいですか。やっぱりコロナ頃。そうですね、コロナきっかけでどんどんハマってって。あ、やっぱり出かけれないっていうのがね、あったんで、やっぱキャンプですよね。最近でもこうやってサイト撮らせてもらった時に、うん、大体その2年とか3年とか多いですね、そういう人が多いんですけど、2年3年でどうやってここまで来れるかそう、たどり着けるいや、不思議だね。いや、だってうちらなんてもう多分5年とか5年6年とか行ってるかもしれない、うん、コロナになる前から、前からちょっとやりだしとったもんね。じゃあ DOD ではしゃいでます。かまぼこテント言うて。コロナ前はコールマンのテントとか道具とか、道具もあとホームセンターで買ったものとかで、まあ、なんかやってたんですけど、コロナきっかけでどんどんそのギアとか、あ、そうですよね、ハマり出してこう盛り上がっていくと同時にギアも増えてきて選べるようになってきましたもんね。今日はソロキャンプですけど、はい、本当はファミリー、ファミリーでもやります。でもやるということで。じゃあテントは何張りぐらい持ってます？テントは、ファミリー用に1張り、はい、でソロ用にこれともう1個。あ、へえ、やっぱり使い分けますよね。そうですね、まあ、ちょっと1人の時は家族で使うやつは大きすぎたりするので。あ、そうですよね。はい、いや、でもキャンプ歴やっぱ 2,3 年でもこだわって集める方はすごいなと思うんですけどね。もうじゃあ順番に見ていきましょうか。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。もうどれから紹介したらいいか分からへんから、一番すごいのからいきますいいですか？このタブタブの、はい、ね、ボンボネロ、ボンボネロ、はい、これはもう私衝撃受けたんですけど、抽選販売で、まあダメ元で応募したら
ていうことが当たりまして、びっくりしたでしょ、びっくりしましたね、そうと思ってえって思いましたね。もうだって昨日これ置いてるだけで、ね、取られそうな場所もね何人かにそうそうそう、おったおったみんなもう目ギラギラしてね、いやもうこれは衝撃だった。ボンボネロの中でもすごい群を抜いてかっこいい、かっこいいこれはね、え本当にすごい、すごいのか。えこっちも抽選で当たったんですか。こっちは、抽選というか、通常販売というか、はい、まあ、あのイベントの時の先着販売とかですね。へ、最近はあの通常のボンボネロとかだと、まあ、あのイベントとかだと先着販売とかで、あ、はいはい、買えるようになってきているみたいですね。そうなんですね。はい、でここだけ買えたんですか。そうですね。ね、ここだけフィン1枚だけ、あのロックフィールド と、H&O のサミーフィンっていうやつ、めっちゃおしゃれ、はい、これだけあの和歌山のブラントさん、あ、ブラントさんではがき、あ、はがき、はいはいはい、ブラントさんといえばはがきで当たったんです、当たって、で先にこっちが手に入ったんですよね、この本体よりも。珍しいですね。じゃあもうこれ買わざるを得ない、いつか本体が手に入ったらいいのにと思って、あ、サミフィンだけ持ったままずっと大事に持っといてずっと、ボンボネの手に入るタイミングを伺っててあ、それで先着販売の時に、そうですね、並んで購入。すごいなあ、ボンボネロ、なんか無限大ですね、可能性がねえすごい。でもこのテーブル周りも、はい、シムクラフトにボンキーキャンプがあって、はい、すごいいかついかついこれはでもどこで、フィールドスタイルとかですか。シムクラフトの店番は、はい、大阪の阪急のフリートの時に、うん、初めてシムさんがこれはん、あの、あ、出す時に、はい、のタイミングで購入しました。へー、で、あのハンドル、あ、はいはい、もうシムさんのやつで、本当や、あ、シムさんや、はい、へぇ、こっちは合わせてシムクラフトコンテナ、コンテナそっちがウォンキーコンテナ、こっちがそうですね、ウォンキーキャンプさんの天板と、はい、あと、まあ、グリップもウォンキー、あ、グリップも売ってるんですね、はい、最近グリップも販売し始めて、そうなんですか、キさんの天板って結構手に入りづらいって聞いたんですけど、そうなんですよ、これ僕、ね、あの買ってなくて、実はドンキーさんの1周年記念の時のプレゼント企画で、はい、うん、あ、やってました、はいはい、当選していただいたもので、すげえ、すごい、はい、そうなんですよ、すごいですね、はい、これがすごくいただいたもの、ね、うわぁ、すごい、これとこれの間に橋渡しみたいな感じの、そうですね、これが、はい、キャンプギークスさんのあ、はいはいはい、ブリッジトップかな、あ、はい、あ、なるほど、ここだけ引っ掛けて止めれるっていう、あ、なるほど、あ、すごい、ここにもあのこういうプレートがもともとあって、はいはい、2つ外して今フラットバーナーを入れてるっていう感じです。へえ、すごいな、これめっちゃいい、ちょうどいいですね、そうですね、サイズ感がソロキャンプだとね、はい、十分
ちょうどいいんで、うんうん、ソロの時はもうほぼこれで来てますね、今。うーん、いい量な使いやすいです。使いやすいですね。でもここでいろいろ取れるし。そうですね。ね、ほぼ完結みたいなとこで。そのコップって風ともりさんのオリジナルですか？そうですね、あの通常のタンブラーですね、風ともりさん。風ともりさん、おしゃれやなって思っていいな、風ともり。最近ちょこちょこ見かけますね。なんか頭がつくの、うん、気になるわ。僕ともりの休日だでもそんなキャンプではなんか点と点も灯点と点もね、灯ですね、灯がついてる灯です、そういうことか。そう、そういうこと、灯が何々灯、何々そう、ね、確かに結構これは人気ですよね。ねえ、これ可愛いなと思って、サイズ感がなんかちょうどいいやん。ねえ、これはいいと思う。なあ、これぐらいのサイズ、今のちょっとでかいから。そうそうそう、これの倍ぐらいのが結構ね、みんな持ってるじゃないですか。はいはい、これぐらい、これぐらいがちょうど、ねえ、ちょうどいい。かっこいい。ちょっと今目に入って、何やろうって気になったやつあんねんけど、はい、いいですか、はい、あのぶら下がってるあの棒みたいな、これですか？そう、ライトセーバーじゃないですか、それ。これはえスティックターボ、え、ね、スティックターボですか？これもともとスティックターボで、あの、うん、側だけカスタムでライトセーバーやっぱりライトセーバーあ、なるほど、やっぱそうだ、やっぱブラックキャンパーはやっぱりライトセーバーに、ーバーあのシフトしてしまう。スターウォーズがジェダイだけが持つことは許されるライトセーバースターウォーズがめっちゃ好きで、あ、そうなんですか、はい、これが初めて見た時に、うわ、ライトセーバーやって言ってライトセーバーやすげえと思って、でもこれはもう見た瞬間にもうこれや、これはちょっと欲しいと思って欲しい、すごいね。え、これってこういうあれがあるんですか？これはあのこの モールシステムっていう、このまずこのよく車の椅子の後ろにつけるやつなんですけど、これを取り付けて、はい、その上からこういうなんかいろんなミリタリー系のポーチとかをつけて、めっちゃいいなぁ、つけていったの、うん、ねえ、ここまでこう、なんやろ、言ったらギアの沼にハマったきっかけみたいなのありました？もともとはもう初心者が、あ、はい、あの買う安い道具とかを集めて、それでキャンプ行ってたんですけど、まあなんかその同じようなあのサイトばっかりで、でその時になんか一個だけすごいテントとか道具使ってるサイトの人がおって、何あれと思って、かっこいいと思って、で、なんかその自分の使ってるものが他の人らともう見たり寄ったりな感じで、ちょっとなんか違いを出したくて、いろいろ調べ始めて、なんかこんなんあんねや、あんなんあんねやって、いろんなブランドがあるんやなっていうところから、こういろいろハマっていったっていう。やっぱり自分の好きなやつを探し始めた。そうですね。やっぱりそのかっこいいサイトを見てしまうと、なんか刺激されますよね。そうですね、うん、やっぱあんな風にしてみたいっていうのがあって、で、それはどこの
ブランドさんの道具なのかとか、あそういうのいろいろ気になって調べていったりとかして、はいはい、どんどんハマっていって、あいっぱい出てきてしまいますね。そうですね、こんなショップさんもあってみたいな。それはあの個人というか奥さんもなんか了承を得てみたいな、まあ、あの勝手に買ったりとか。最初の頃はなんかお互いなんかちょっと相談しながらやってたんだけど、僕のキャンプ熱が上がりすぎてもうついていかれへんってなって、あ温度差がもう広がっちゃう。自分の買える範疇で選ぶやつは好きに欲しいって言って、じゃあもう今は自分の好きなギアを集めてるっていう感じ。そうですね、自分のあれで好みで。いやーすごいな。でも今のギアって結構高いじゃないですか。高いですね。だんだん麻痺していきません？なんかそう、何万とかするギア見てて、はい、何千円ってなったら、あ、安ってなってしまうね。感覚がそう、なんかこれ安いなって思ったけど、普通に考えたら高いんですよね、はい、そうですよね。もうそのプチプラやったキャンプギアの時代が終わっちゃって、みんなこぞってこう高いのにね、人気が集まりだしてって、なんか麻痺してしまってるよなって。なんかね、こう見たら自分が揃えていったギアやのに、後々考えたら かかったなこれみたいな。まあ自分でできることはちょっとやろうと思ったりもして、その例えばシリコンの塗装とか、はい、このフラットバーナーの色を黒くするのとか、はいはい、もうあのお金かけてやるよりはもう自分でできそうやったらもう極力やろうと思って、自分で塗装したりとか。自分でやったんですね、これすごい、めっちゃ綺麗ですよ。ちょっともうあちこちにぶつけて、ちょっと剥げてきたりとかありますけど、でも十分ですね。マジか。確かに。うわすごい、自分で塗装するんですね、やっぱり。まあ自分で節約できるとこはしようと思って。なるほど。うまく節約しながらいいギアを、はい、なるほど、上手にね、はい、やってますよね。でこの表が、はい、シルナイロンで、はい、なのでこうくしゃくしゃくしゃってして直しても、うん、次貼るときピンとシワなく、すごい貼れるんですごい楽。へえ。じゃあ雨に濡れてももうあの袋にぶっこんで帰って、ぐしゃぐしゃのままでも全然、OK、もう次はピンピンと。へえすごい。安いし、うん、割と雑にね使っても、うんうんうん、そんなに苦にならないし、うんうんうん、便利ですね。へえ。このタープも激安らしいですよ。激安。タープとテントはすごく安いです。1万弱のタープとか、ね、うん、テントが、Amazon 通常価格が1万5000ぐらいで、セールの時に買ったんで1万3000ぐらいで買ったんです。安い、すごい、めっちゃそんな風に見えないけど。なんかシルナイロンなんで、はい、ちょっと見た目パッと見、うん、ちょっと高見えするというか、はい、確かに。すごい、あんだけ雨に打たれてもそうです ねピーンとなってるし、たるみもしないし、上手にそんな探してね。そうですね。安く済ませてる、もう安く済ませるとこは安く済まして、そうです ねもうこだわるとこはこだわってみたいな。そうですね、ちょっと高いんで、うん、
もうどうしてもっていうのは、まあ、買うこともありますけど、安く済ませでいいのがあればもうそれで取り入れて、上手ですね。なんかもう高くないとあかんみたいな人いるじゃないですか。なんか安いの買ってもなみたいな、もうね、高級志向の方いるけど、安くてもね、いいものがあれば、ね、そうですよね、それで OK かな。全然安く見えないというか、やっぱりこだわるとここだわってるから統一感あるし、ね、ありがとう。聞いてびっくりした。そんな伝統あんのっていう。いや今日来られた人にいろいろこのテントどこなんですかとか、このタープはとかって聞かれて、いやめっちゃ激安のやつですって言うたら、みんなびっくりして、えってこんな安いんですか。ねえすごい、そんな風に見えないもん。ちゃんと遮光されてるし。そうですね、タープは TC なんで結構遮光しても、それなりにあって、全然使えます。はい、こんな感じでもう、あとプチプラと高級なギアたちと、なんかバランスよく取り入れて、とても勉強になったサイトです。ありがとうございます。はい、あのソロキャンプされる方は、ね、すごい参考になると思うんです。ぜひぜひ、皆さん参考にされてね。そうですね、はい、参考にめっちゃテントとか参考になります。タープとかね、別にそんなにお金をかけなくてもこんなにいいサイトが出来上がるっていうのを勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。19サイト目はひらやんさんでした。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。